団地住まいのある女性が体験した話です。ある日の夕方、彼女はスーパーで買い物を済ませて団地に戻ってきました。自分の部屋に向かって歩いていた時、ダーン、突然大きな音が響いた。あまりの大きさにビクッと体が動いてしまうぐらい。団地ですからマンションがいくつも建っている。そのせいで音が反響してどこから聞こえたのかがわからない。一体何があったのか、キョロキョロとしばらくあたりを伺っていたんですが、それから変わったことが起きるわけでもなく、まあ大丈夫かと再び歩き出す。すると建物の陰からスーッ、男性が一人現れた。その人は頭からボタボタと血を垂らしている。地面に落ちた血が点々と跡になっていた。大丈夫ですか？声をかける。男性は力なくヘナヘナと地面にしゃがみ込んで、上から落ちました。見れば足がおかしな方向に曲がっている。今救急車呼びますからね。そう言って買い物袋を男性の横に置いて、すぐ近くに住んでいる友人の部屋へ駆け込みました。救急車を呼んでもらい、男性のところに戻る。だが買い物袋があるだけで男性の姿がどこにもない。そのうち救急車がやってくる。騒ぎを聞きつけて団地の人たちが集まってきました。救急隊員に男性がいなくなったことを伝える。あ、もしかしたら大怪我でパニックになって歩き回っているのかもしれない。それを聞いて集まった人たち皆で手分けして探すことになった。しばらくして、おい、いたぞ。声が上がったのは駐輪場の横、花壇の影。これではなかなか見つからない。担架で運び出されたその顔、間違いなくさっき見た人でした。残念ながら生きているようには見えませんでした。騒ぎが収まって、地面に置いたままになっていた買い物袋をようやく拾う。その時気がついた。あれ？地面が綺麗すぎる。さっき男性が歩いていた時、ボタボタと血を垂らしていた。それが点々と地面に跡になっていたのを確かに見たのだが、そんなものはどこにもなかった。不思議に思いながら、その場を後にしました。翌日、事情を聞きに警察が訪ねてきました。その時に教えてもらったんですが、あの男性、屋上に遺書が残っていて、そこから飛び降りた自殺だった。検視の結果、即死だったのだという。